1984年ロサンゼルスオリンピックは、1984年7月28日から8月12日までの16日間、アメリカ合衆国のロサンゼルスで開催されたオリンピック競技大会。一般的にロサンゼルスオリンピックあるいはロスゴリンと呼称される。規定の変更により、この大会から下級オリンピックの入賞枠が6位までから8位までに拡大された。 この大会は s 1とも税金を使わずに行われた。スタジアムも1932年ロサンゼルスオリンピック時のものを使っている。それまでの大会はスタジアムの建設や環境整備などで開催都市が多額の費用を負担し赤字続きで大きなダメージを残したこともあり、1984年大会の開催都市立候補はロサンゼルス市だけ。 オリンピック開催は不人気だった。税金を使わなければ政治的介入を阻止できると南カリフォルニアオリンピック委員会は考えたのである。開催するために必要な費用は以下の4本柱を立てて賄った。テレビ放映料、テレビ放映権はそれまでの常識を超える金額を最低価格として提示アメリカ4大ネットワークのうちで一番高い金額を 示した ABC と約450億円で契約。放映権料を前払いとして、利息を稼ぐ徹底ぶりだった。スポンサー協賛金、それまで多くのスポンサー企業がマークを使用し、多種多様な活動をしたが、スポンサー数があまりにも多すぎたので、メリットが半減していると判断し、スポンサーは一行種一社、合計で30社と数を減らして、価値を高めた。 ロサンゼルス五輪のマークを自由に使えるというのが条件だった。コカ・コーラとペプシが激しいスポンサー争いを演じ、他業種もスポンサーに次々に名乗りを上げ、高額の協賛金が集まった。入場料収入記念グッズの売り上げ隠して、最終的にはこの大会は、およそ400億円の黒字で終了をかつ成功し、その全額が、 アメリカの青少年の信仰とスポーツのために寄付された。この大会の成功が、その後の五輪に影響を与える、商業主義の発端となった。1976年モントリオールオリンピックをボイコットした国1980年、モスクワオリンピックをボイコットした国1984年、ロサンゼルスオリンピックをボイコットした国上記参。 大会とも参加した国1980年に行われたモスクワオリンピックにその前年に行われたソ連のアフガニスタン侵攻に抗議するという理由でアメリカが西側諸国とイスラム諸国にボイコットを呼びかけた結果日本、西ドイツ、大韓民国、サウジアラビア、トルコ、エジプト、インドネシアなどの国々が参加しなかった。その報復として 東側諸国は本大会をボイコットした。なお、ロサンゼルス大会の不参加国は、ソビエト連邦、東ドイツ、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ブルガリア、ベトナム、モンゴル、北朝鮮、キューバ、エチオピア、アフガニスタン、アンゴラ、イランなどであった。一方、社会主義陣営の国のうちソ連と距離を置いていた。 ユーゴスラビアとニコライ・チャウシェスク政権のルーマニアは、モスクワオリンピックとロサンゼルスオリンピックの双方に参加して、ロサンゼルスオリンピックではルーマニアは開催国である、米国に次ぐ、数の金メダルを獲得し、中華人民共和国は、中祖対立でアメリカと接近したため、モスクワオリンピックは、不参加、ロサンゼルスオリンピックは参加して、金メダルは、ルーマニアと西ドイツに次ぐ数を獲得した。 大会委員長のピーター・ユベロスは一般市民の聖火ランナーからも参加費用を徴収しようと計画。一緒にオリンピックを作る一員として聖火ランナーに参加してくれる人なら資金的な協力もしてくれるというのがユベロスの考えだったのだが聖火を運ぶのはもともとギリシャ委員会の管轄でギリシャ委員会は聖火を商品化するとは五輪を冒涜する行為と待ったをかけてきた。 しかし結局、ユベロスがギリシャ委員会を説得して、有料聖火ランナーは実施された。この時には1936年のベルリンオリンピックで日本代表でマラソン競技に優勝した孫テイも聖火ランナーの一員として走っている。ソ連、東欧圏の選手が出場しなかった結果、射撃のカマチタケを、体操女子個人総合のレッドンなど、いくつかの競技で、 それまでメダルに縁のなかった国に金メダルをもたらした。特にレッドンの金メダル獲得はアメリカで体操のブームを呼び多くの子供たちが体操競技を始めた結果、後の体操競技におけるアメリカ勢の躍進の原動力となった。また、女子選手には危険すぎるとの理由で長年開催されていなかった女子マラソンがこの大会から公式競技となったが、 8月開催の大会のため、国書の中でのレースとなり、温度を下げるためにコース中にシャワーを設置するなど、対策を行ったものの、ガブリエラ・アンデルセンが脱水症状により血取り足でゴールすることとなった。開会式は、アメリカ東部時間に合わせて午後5時から開式。ロナルド・レーガンによる開会宣言、ジョン・ウィリアムズによるオリンピックテーマ曲、風船を持った人間による一文字。 軽飛行機によるウェルカムの文字の描かれた幕を形引した展示飛行、飛行船2隻による巨大なウェルカムの幕の上空形容、ビルスーターの操縦する個人用ジェット推進飛行装置、ロケットベルトを使った空中遊泳、多数のピアノを使用したラプソディー・イン・ブルーの演奏などが催され、特にロケットマンの演出は大きな話題を呼んだ。 閉会式は8月12日午後6時30分に開式通告され、五輪機がロサンゼルスのトーマス・ブラッドリー市長から IOC のサマランチ会長に、そしてソウル市のレム・ヒロシゲン市長に手渡された。また、大会委員長のユベロスにオリンピックオーダーの称号が与えられた。成果が消灯された後、UFO との音と光の更新が行われ、宇宙人が登場。そして、 花火で大会が締めくくられた。本大会は主に、ロサンゼルス軍、オレンジ軍、サンバーナーディーの軍、サンディエゴ軍、ベンチュラ軍の5軍にまたがって開催された。一部、他州で開催された種目もあった。ロサンゼルス市内その他のロサンゼルス軍内。ありがとうございます。